北朝鮮はものすごく貧乏な国で、子供は餓死するわ、農業は荒廃するわ、大変な国だと。でそんな国が、ミサイル開発なんかやってるのけしからんっていう見方もあります。確かにけしからんです。で北朝鮮は確かに貧乏です。貧乏なんだけれども、なぜあんなにこう強気でいられるのかっていうことを考えるとね、北朝鮮ってすごい資源大国なんですよね。鉱物資源の埋蔵量のランキングをやるとね、ロシア、中国、北朝鮮続くんです。で、ところがね、輸出量っていうのを見ると桁違いに少ないわけです。だからものすごくたくさんの地下資源を抱えているんだけれども、世界的に孤立しているためにそれを十分に活かせていない国ということがあります。しかし実際にはよく見るとね、ヨーロッパのいろんな国が北朝鮮にはこの、地下資源をめぐってアプローチしてるんです。してるんだけども、ものすごい要求ふっかけられて、みんなそこそこ帰ってくる。でその要求の中には核開発を支持しろとか、そういった政治的な要求まで含まれてしまう。日本に、届く可能性があるのは上の特殺、スカッド B、スカッド C、短距離ミサイルの、短距離ミサイルで比較的準射程距離の長いやつ。でしかし日本に確実に届くだろうって言ってるのが、準中距離ミサイル以下ですね。で特にノドンというミサイルが、これはとっても日本にとっては危ない心配なミサイルなんです。撃たれればです。だから撃たれちゃいけない、撃つような状況を作っちゃいけないっていう話をここでするんですけど、射程が1200から1500キロメートルあって、700から750キロの、ペイロードっていうその搭載物を積むことができるというもので、もう核兵器を積む準備もされしている、あるいはされていると言われるミサイルで、これがね200発あるんです。不思議なことに日本はね、北朝鮮のミサイルって言って大騒ぎしますけど、ノドンの配備が始まったのはもう10年近く前なんです。10年近く前こんなに騒ぎになっていたかっていうとね、最近ですよね。それでミサイル防衛でどうのこうのとか、サイレン鳴らすから逃げてくださいとか、そういったことを言い出したのは、でそうなってから、でそれは何かっていうと、日本のその安全保障政策というのがアメリカ中心に組み立てられているからなんですね。だからアメリカにとっては何て言ったってまずガムに届くっていうのが一つの指標ですよね。北朝鮮はこれだけの数のミサイルを持ってる、一方日本はというと、迎え撃つ日本はこのPAC-3を使って撃ちますよと、撃ち落としますよと言ってるんですが、日本列島全体では32機しかありません。で、かたや北朝鮮に危ないよねと言って、アメリカ本土じゃなくて在日米軍基地をきちんと守りましょうっていうアメリカは沖縄に PAC-3 を24機、沖縄の在日米軍基地だけを守るために24機の PAC-3 を沖縄に配備する。そのくらい全然話にも日本の防衛戦力っていうのはならない状況にあるのが現実です。ただこうした不都合な真実を政府は語りません。対話はしない、圧力をかけて何とかするんだっていうことなんですが、私からするとすでに失敗してます、圧力だけっていうのはね、というのが現実かなと。それからもう一つ忘れてはならないのは、原発が54基もあるんです、日本列島には。太平洋と日本海と、どうするんですか、原発どうやって守るんですか、原発外してミサイル撃ってくれるんですか、そんなに精度いいのかなっていう話なんですけれども、こういった原発の54基にどうやって手を打つのかも、全く安全対策はですね語られないまま再稼働だけがどんどん進んでいくという現実なんですね。
どのくらいでアメリカまでワシントンとかね、VFP で行く、シカゴもそうなんですけれども、北朝鮮がもし撃っていったら、弾が届くのかなっていう、これもね、短距離ミサイルでいうと5分から10分で、長距離ミサイルで言ってももう30分とかって、1時間かかんないわけですよね。そういう中で撃ちましたって言ったときに、日本はまだそれこそ軍事衛星もきちんと持ってませんから、全部韓国とかアメリカに国防省に教えてもらうわけですよ。教えてもらうのにタイムラグが出て、教えてもらってからそれからどうするのって NSC って言ってね、国家安全情報室だったか局だったかが、まあ、あの外務大臣と防衛大臣と総理大臣と官房長官とかでも話し合いをするわけですよ。で J アラート出すんだ出さないんだみたいな話になるわけでしょ。でどうやって日本列島全域国民の生命と財産守れるのっていう話に、まあ、行き着くんですね。でそういう現実があるんだったら、やっぱりいかにミサイルを発射させないかっていうことにやっぱり英知を絞ったり外交努力をするっていうのが、まあ、すごく真っ当な政治判断に行き着くんではないのかなと思います。玉木さんもおっしゃってましたけど、あの戦争の現場って差別の現場ですから、あの殺していい人たちってちゃんと差別をして弾を撃つんです。人と思わないんです。女性と思わないんです。老人とか高齢者と思わないんです。子供と思わないんです。殺していい人たちなんですっていう差別が根底にある。それの行き着く先が、まあ戦争だというふうに、あの思っていただいたらいいかなと